どうも、安田 TV の安田です。どうも、安田 TV の松です。どうも、トミーです。うわ、完璧。めっぐ。三百ヤード行ったら、本当に。思われちゃう。どういうこと？めっちゃ飛んだ。やべ、CG ダボで。CG ダボで。トミーです。はぁ。今日ドライバーいいっすね、めっちゃ。近いっす。西コース1番パー4 304ヤード。レッセ新品なのそれ。新品っすよ。マッツンドライバー変えた下り。エピフラ。US ですね。US サブゼロ。なんかこの辺の薄い傷に1000円引きになったんですよ。あ、そうなの。すごい嬉しかった。すごい嬉しかった。トミーのヘッド割れた説。説。はい、いやでもワンチャンミスショット割れた。わかんない。わかんないですよね、絶対画面じゃ。お、いけるかな。今日自由なラウンドっていうことになったから急遽、はい、急遽、うん、じゃあ後半もお願いします。トミー前半これイーブン？イーブン。マッタイラー。マッタイラー。マッタイラー。ま、なんで胸を触ったの今。本日キャディ務めさせていただきます。あ、松島さん。ちゃんと工場にできるんだろう。あそうなんだ。ハヤトはあのセンサー取ってませんので。あ、なるほどね。あの人前に立たないように前に立たないで。じゃあ松がない。お願いします。お願いします。あ、分かった。忘れてた。ミートフレーズ忘れてました。何でしょう。今更言うけど。この辺かな。いや、いいとこです。うん、バンカー越えた後でね。バンカーぐらい。え、いいんですか、その割れてるっていう説のやつで。いや、まあそれでどこまで行くか。謎の挑戦し始めたんですけど。まあ220ぐらいですね、多分飛距離。デュエルブレイクだっけ。ジュエルブレイク。なんかありましたね。かっこいいですね、ジュエルブレイクあって。お願いします。お願いします。やっぱ短いな。なんかこう変な音する。音おかしい。音おかしい。おかしいっすよね。あ、ナイス。右ラフ。右ラフですね。逆に飛んでもなくてよかったやつですね。確かに飛んでないね。うん、抜けてますもんね。やっぱ割れてるよ。割れてますよね、これ完全に。うん、割れてますよ。お願いします。まあ、マッツンと同じ方からちょっとフェードかかったら。完璧ですか。うん、ほんとマッツンと同じ。ないしょ。ないしょ。見えなかったっす。そんなにフェードはしなかったけど。いいところです。左サイド。ナイスです。70。おう、意外と抜けてるし、普通に。あれだね、58で5行くか52で行くかね。これ、旗が見えないか。52かな。ロフトつくよね、これ。ロフトつくと思います。うんうん。まあ、58でちょっと振っていくか。58で行きます。はい。ちょっと強めで。うん。いい入りした、今。おお、ナイス。今ピン横ですね。この辺に落ちました。85ヤードですね。52で。前に見える1本の木のところですね。52で捕まえる感じで後半は。うわ、これ完璧。これ近いと思います。ナイス。70ぐらいです。はい、58でいきます。58。58でしっかりめで。うまい。お、ベタ。あらす。ベタだね。ベタです。ちょっと弱かったのね。うわ、近いっすよ、ヤスさん。7メートルぐらい。おはよう、バーディー来ないかな。こんにちは、バーディー。まだ朝ですからね、これね。切れる。めっちゃ切れた。切れるね。登って下りかな。うわ、うまい。うわ、切れた。やば。わあ。うん、ナイスパー。皆さんどんぐらい見てます？カップ1。最高です。うまい。ナイスバーディー。
こんにちはバーディー。おはようバーディーですね。こんにちはバーディー。こんにちはバーディー。今うまかったっすね、こと。まあ、がっつりトミーの道だからね。いや、そう。いやいやいや、ね。まっすぐ。はい。あ、ちょっと押した。10万円。10万円、今ちょっと10万円っていうのを言いたかったんですよ。入れて。これが先に出てしまった。もうこれ破けちゃってんじゃん。嘘。買ったばっか。もう買ったばっか。うん、それ悲しくない。新しい彼女に縫ってもらえって。縫ってくれる方募集してる。マッツンの彼女募集企画。あ、いいじゃん。お見合い企画します。お見合い企画。ゴルコン。ゴルコン。DM お願いします。待ってます。そうだね、もう直でやってもらおう。はい、急に放棄じゃない。直で、直で。俺が入る余地ないじゃん。いやいや。2番、パフォー388、ちょっと右ドッグレッグですね。まあ木の上。木の上。で、はい。おお、ドストレート、めっちゃいい。パーフェクトっすね。なんかすごいドライバー今日本当にいい。本当に良さげです、うん、どうしたんだろうってぐらいいい。いやもう不安になっちゃってるです。右の木の上ですか。そんなにないか。まあそうだね、うち出だせはね、出玉はねそのくらいだね。右サイドですね。あ、ちょい巻いたけど、全然平気じゃないですか。木の上ぐらい。はい。あ、全然 OK です。木の。が、はい。左、この辺ですね。左サイド。忘れてたんですよ。トミートルネード。トミートルネード忘れるとかあんの。よくありますね。自分のことになると忘れちゃう。そうなんですよ。カレードローで。はい。やばい。ドロップした。あ、でも、ある。あるね、全然平気ですけど。うん、このラフ。え、マジで旧エピクセスまで出てきた、ね、本当に。なんかそれを俺に。それをシャフトとともにフラッシュをトミー、このエピフラは合わない、合わない気がする。210の203左ラフ、あの多いやつ。210の203、うん、ピンはこの方向。クリークでいきます。クリーク、ラフなんでね。ドローで。めちゃくちゃうまい。これうまいわ。ナイス。はい。ダッシュ来る。5人来た今の。今の5人来た。さすがに5人来るでしょ。さすがに5人来るでは。少なめに見積もって。え、さっきのティーショットでは何人来た。あれは多分ね、20人減ったっすね。めっちゃいいとこにある。143の139だね。7逃がしで。はい、あ、センターでいいですね。センターで。今の動きでも、あれだね、捕まってそうだね。センターでいいと思う。完璧じゃないですか。めっちゃいい。めっちゃうまいっすよ。あとはミジーだけど。ちょい手前っすね。ちょっと、でも、すごい楽だった。楽、あの感じで行ってたら最高っすよ。110ですから、52ですか。52だね。ちょっと、まあ、真ん中に置きたいね。満平で行きます、満平。満平で。ちょっと浮いてるんで、潰します。うん。ナイス。てか、あの、1個いっていいですか。僕のめっちゃ近い。本当だ、陰に今寄って気づいてる。20センチぐらい。ヤスさんのバーディートライ15メートルぐらいかな。まあ結構多分もう距離合わせですね、これはね、うん、トミーのマーカーの外狙い。 あ、これは上手かった。しかも、でもラインは内側で合ってた。ラインは合ってたっすね。なんかヘッドが出ないですね。中長距離を打とうとすると、うん、
ヤスーシー助けてヤスーシーって言ってますね、これは。これで見れるからいいんじゃないですか。来た来た、うわ、うん、ちょいフックだね、今ので。ちょいフックですね、こう持ってる切れるってやつですね、まあ、今のでちょいだったから、まあ、ジャストぐらいな感じで1個で右1個、はい。うわうまいけど切れた、うわ切れるな、結構いきますよね、うん、まだマッツンの方が近いからねナイスパー、左中、あ、押した、押してます、モギー。じゃあダボ4パット、4パット、これはもったいないですね、もったいない、悩みはある感じですね。ヤスーシーですね、これはね、ヤスーシーで。バーディーパット、バーディーパット、オッケー、ナイスバーディー、ナイスバーディー、劇的だね、これはすごい。3番130、実測は135です。135もあるんですか、うん、あ、じゃあ全然7番、全然7番で、7番、これはじゃあセンターからドロー、単独首位、単独首位ってないっすよ後半単独首位、単独首位、おお、筋、筋、筋だね。うわ、おお、左の傾斜から。あ、惜しい。絶対狙ってないよね。絶対狙言っちゃったよ。じゃあ僕もあれはだからもう完全に風のあれ8で打ってたらバンカーなんですよ。ライすごくないかな。ライすごいです。7でいいと思います。ちょっとだけ短く持って捕まえる。はい。もうセンターです。うわ、右、これ上残る、あ、横ですね、このまあ、ほぼオン、グリーン横です、そう、ほぼオン、捕まらなかっただけってやつ。9ですか、9です、9ドロー、9ドローです、真ん中からドローですね、ほぼストレート目ですね、うん、うわ、風で持ってかれますね、これ。おー、惜しい、一番外しちゃいけないとこ行った、35ヤード、ヤスさん、でも、入れ頃っぽいライン、58度です、うまい、おお、ナイス、行きます、はい、58です、58、うわ、うまい、うわ、うまい、うん、ナイス、あ、ちょっと転がったっす、おお、結構転がったっすね、ちょっと突っ込んだな、まあ、傾斜ですよね、これに関しては。いっちゃうんですか、これラインめっちゃ難しいですよ、上のライン、で富岡さんに打たせてこれだったら、うん、距離的には富岡さん先なんで、カップ周りは見た方がいいですね、これだったら、うん、まい、ナイスパー、ナイス、見えたっすか、見えた、ラインが、いや、入っちゃったから見えなかったほぼ、あ、でもこっちからまた違いますよね、傾斜が、トリスラですよね、だからね、最後スラで、まあ下りの合わせるだけですね、これはね、これもうほんとちょっと触るだけっていう感じ、ジャストでいいですね、うまい、いや、まあ結構切れるんですね、めっちゃ切れたっすねまあナイスボギーです。ああ、ここだとちょっとラインが違うんだね。なんかこれそうだね、コブがあるね、左に。スライスボック見ますね。そうだね、出だしっぽいね。多分でもカップ周りはフックだと思うから。うん。ナイスー。6連続？いやいや、単純に2。8連続。8連続ぐらい。シンプルに2。